ギブ&ギブ、アクアラロイヤル。メイクをしている場合は、まずメイクを落とし、洗顔石鹸で洗顔をします。洗顔後、タオルで水気を拭き取り、アクアラロイヤルを手のひらに2センチほど取ります。30秒から1分程度、内から外へ小さな円を描くように顔、首をマッサージし、老廃物や汚れを吸着します。タオルで水気を拭き取る理由は、アクアラロイヤルは 99.9% 精製水と美容成分で作られており、洗顔で用いた水道水が混じると美容効果が減ってしまうからです。どうしてマッサージをする時の美容液の量も大切なのですか？十分な量のヒアルロン酸で素肌を潤してあげるためです。もし十分な量でなかった場合、美容液はすぐに吸収され、素肌を乾燥させてしまい、マッサージをする時の摩擦でシワができてしまいます。マッサージの後、濡れタオルで拭き取るか、ぬるま湯で洗い流してください。どうしてアクアラロイヤルを使ってダブル洗顔するのですか？日本では近年ダブル洗顔が主流となっているからです。ダブル洗顔とは、市販の洗顔料は洗顔後に界面活性剤等が残ることが多く、これがお肌の老化や負担となり、くすみやシミ、毛穴の開きにつながります。不純物を除去したアクアラロイヤルでダブル洗顔をし、お肌の汚れをきれいに落とします。次にクリビアデューを使ったスキンケアをおすすめします。乾燥肌の方はクリビアデューを塗り、適量のアクアラロイヤルを再び顔、首に伸ばし、自然に乾かすことでより高い保湿効果が得られます。アクアラロイヤルは1本で洗う、潤す、補う、艶を与える美容液です。